業オタク、まゆぴぴです。はい、ということで今日は、ドキュメンタリーオブニアリーイコールジョイ、エピソード1の福山萌香ちゃんの密着映像をリアクションしていきたいと思います。私のチャンネルでは、女子ドルを中心としたオタ語りをしているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、スタート。まゆぴぴ。助け合い。マジで可愛い。もいかちゃん本当に顔面タイプなんだけど。やば、可愛い。可愛い。お洋服も可愛い、私服かな、可愛い。おお。総選挙。おお。私服がめっちゃおしゃれ。もうアイドルオタなんや。女オタ。いやー、緊張するよね、合格発表。そわそわしててかわいい。お、泣いてるねー。泣いてる顔もかわいいんだけど。やば、まつげ長。あ、そうなんだ。呼ばれなかった時の気持ちも経験してるって。人物。なんか昔もオーディション受けてたのかな。出た。早速ヘアメイク講習だ。もうさ、手直しするとこなくない？萌香ちゃん。アイドルめっちゃ見てるから多分、メイク上手。なんか、いい子そう。ちゃんとこうやって、うんうんって聞いてる子はね、いい子そう。押せる。集団行動苦手だって。メイク、同じ鏡持ってるんだけど、ジルスチュアート。特定中。ねえ。嬉しい。ジルスチュアートの鏡使ってる。私もメイク講習受けたい。お金払うから受けたい。萌香ちゃんと同じメイク習いたいんだけど。いやー。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。マジ可愛い。メイク好きなんだ。前髪上げるとめっちゃなんか強い感じになるよね。でも前髪がこうアイドル前髪だからバランスが良くアイドルっぽくなる。でも前髪をこう上げたらモデルさんっぽくなる。おー、潜在撮影だ。かっこいい、なんかこうやって。かっこいい。緊張してる。髪また切ったのかな？髪ちょっと切ったよね。で、いおりさんをちょっと、彷彿させる長さ。で、ちょっといおりさんに見えるんだけど、一瞬。でもさ、萌香ちゃんさ、あのコンのいおりちゃんの髪型したら絶対似合いそうじゃない？伝われ、伝われ。かわいい。
予習えらい。でもめっちゃいいよ洗剤。おー、よく取れてますよ。アイドルオタク、かわいい。すごいワクワクしてる感じがいいね。なんか後ろに怖そうな大人たちがいるけど。よく頑張った。700枚。かわいい。かわいい。怖いなって。気になる気になる。耳が調子悪いのかな？空白の花。結構爆音ですけど。マジでいつも私服かわいい。そうやったんや。そうだったんだ。そんな話が全然分かんなかった。しのぶさん。優しい。なるほど。確かに。
すごい、そんな話があったんや。かわいい、相変わらず。お披露目の日だよね。うちらは本当に毎日毎日お披露目のこの桜を見るというね。桜を見る会だよね、もはや。かわいい。尊い尊い。抱き合う二人尊い。尊。すごい、なんかエモい、ナータンと並んでて。そっか。ちょっと見入っちゃった。はい、ということで今日は福山萌香ちゃんの密着映像を見ていきました。ちょっと途中から映像のテンションというか変わってきたので見入っちゃったんですけど、なので福山萌香ちゃんは私服もすっごくおしゃれだし、もう美術最強ですよね。めちゃめちゃ可愛くて、もう可愛い可愛いってずっと言ってたんですけど、途中で衝撃的なね、お話があったと思うんですよ。耳が聞こえづらいみたいなお話があったと思うんです。でもやっぱり幸子ちゃんがマスクを外して聞こえづらいからとかで夢を失ってほしくないっていうことでね、マイクでお話ししてたっていうシーンがもう本当におーさすがってなったんですけれども、一つの壁を乗り越えてでも活躍してくれるっていう風に幸子ちゃんがきっと見てるんだと思うし、萌香ちゃんも、もう他のメンバーと比べても多分小学生の頃から総選挙を見ててみたいなこと言ってたんで、かなりの女オタという女オタなのかどうかわかんないですけど、ちゃんとアイドルのことをね応援している女の子なんだなっていうのが意識の強さにつながっている気がするので、もうこれからも応援していきたいメンバーの一人にまたねちょっとジョインしてしまいました。押し増しがやばい。はい、ということでですね、今日は萌香ちゃんの映像を見ていきました。皆さんはこの動画を見てどう思いましたか？ぜひコメント欄でお待ちしております。この動画が良かったよと思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。メイピピでした。バイバーイ。